そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜もね、酒井さんの薪の明かりでございました。2017年8月の9日水曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。今日はスティッカーの方ができてた。よかったよかったね。こんにちは。はい、どうも。今日はこんにちは。今日は0時回っちゃったからやりますよね。遅くなっちゃったけどね。ああ、遅くなっちゃった。じゃあもう一回撮ろうか。ね、もう一回行きますね。だいぶ状態大丈夫だね。いつものようにさりげなくやってます。発信はできてるね。じゃあもう一回行こうか。今夜は街の明かり。ああ、よかった。もう0時半だ。1時半には、終わろうね。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながらそっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。はい、こんばんはね。今夜もね、薪の明かり、酒井さんの薪の明かりを歌いました。はい、だって今日もお安く行こうかな。今日はアルコールバーナーで、遅くなっちゃったけどアルコールバーナーでやります。ハンバーグ焼こうともハンバーグ。あれ、駅前のスーパーでさ、生ハンバーグ買ってきたからさ、ね、ハンバーグ焼こう。お腹ペコペコだよ、もう、ほんと。今日6時ぐらいからなんかお腹空いてきちゃったよ。なんか知んないけど。6時ぐらいから。じゃあ、持ってくんね。ちょっとハンバーグ。
ーグのこう、これフライパン、ストームクッカーの L のフライパンね。これ乗っけて、今日はね、駅前のスーパー。あそこだ。あれなんだっけ、もっとセーフでね。ハンバーグ、こういう、よくある。ね、これで。で、これ300円ちょっとか。こんなハンバーグね、これ焼こうかな。最初はハンバーグ焼きます。今夜はハンバーグね。メガのハンバーグ、今夜ハンバーグ。疲れた。油ちょっと仕込んで。はい。今夜ハンバーグだ。焼くもん。油ちょこっと。で、このハンバーグね、箸持ってこようか。ハンバーグだ、ハンバーグ、深夜のハンバーグ。うん、今日はハンバーグです。これ。駅前のスーパーで買って、よく売ってる生ハンバーグ買ってきて。アルコールバーナーで、ストームクッカーの L のフライパンでね、焼きたいと思います。今日はハンバーグ。どうも。キュウさんありがとうね。うん。あれだね、山芋山さんっていう人は隣にいるって、山芋山さん。ジスケさんと山芋山さんっていうのと、あと、なんだっけ。なんだ、ポカリーゼとかって ID の人かな、そんな人。まあ、スティックの人はわかると思うしね。今日はハンバーグ。ハンバーグで、まあ、時間かかるから、ちょっと。味付けは塩で、味付けは塩で。今日はハンバーグ、普通によくあるお塩でパラパラ。まあ多分練ってる段階で味がついてると思うけどね、適当にちょこっと。今日はハンバーグです。スーパー売って生ハンバーグ、ありがとう。うん、キュウさん遅くにありがとうね。いいからそうだ。よっしゃ。できるまで時間あるんで、だからキュウリの先でしょうか、キュウリ。うん。うわ。キャッシュキュウリ。そうなの、よくないんだ。お得にありがとう。こんなもんです。まあ、いつまでこんなもんでいいや。じゃ、これで火も絶対火はちょっとないから、キャベツを入れてね、切りキャベツをこれに入れて、蒸し焼きっぽくしようか。
多分キャベツがしなっとする頃にはね、火取ると思うんで。はい、じゃあこのおなぎに、キャベツの火ってやつをね、下側に。うまっ。まあ、できるまで自由に。そうなんだ。冷原子じゃない、大丈夫よ。うん。それもう、今、スティックもやってるよ。今日は治ってた。うん。まあ、今日は酒は入れない。これだけ。ちょっと塩振って。うん、どうかな？ハンバーグこんな感じ。まあ、キャベツがしなっとする頃にキャベツが取ってると思うんだ。ああ、そういうのうまい。うん。そう、ハンバーグ。味はもう塩、もうこれ、練ったってハンバーグだから、多分味がついてると思うんだから、だからそのせやったら大丈夫です。多分味ついて、まあ醤油でちょこっとかけようが、まあ別に。塩だけでこうやって。アルコールバーナー。今日はキャベツハンバーグです。電子レンジは実家にあるけどね、実家にあるけど使うよ、必要ないけど、うん、別に使わなくても大丈夫よ、こんだけあれば。食べるのがしなくて取れない。まあ仕上げに醤油入れようかな。仕上げに醤油をかけて出来上がりでいいよ。ちょっと醤油持ってこようか。今日はキャベツで、キャベツ、あ、どうも。今日は君さんどうもね。今日はハンバーグ、スーパーに売ってる生ハンバーグをこうやってストームクッカーのフライパンで、ね、焼いてます。ハンバーグの、ね、ハンバーグです。ハンバーグ2つ。うん。よくスーパー売ってんじゃん、生ハンバーグって。それ買ってきて、こうやって焼いてます。うん、もういいんだね。うん。で、キャベツ乗っけて、キャベツの葉っぱを適当に入れて、蒸し焼きっぽくしてね。いい感じだ。そう、遅くなっちゃったからね。おー、いい感じだ。おー、いいね。お、大丈夫。火取って大丈夫。うん、でもうちょっとキャベツがしなっとすれば。
逆に醤油を風味付けて入れた方がいいかもしれないね。ちょっと醤油持ってこようか。はい、どうも、今日はハンバーグです。こんばんは。遅くにありがとうね。ありがとう。今日はハンバーグね。スーパーに行っていてよく生ハンバーグってよく売ってるやつね。あの、もういい香りです、それで。味が十分だからね。うん。アルコールバーナーで、ハンバーグに。この醤油とこれ食べても混ぜて。お、いい感じだ。うまそうじゃない？今日はこれをおつまみ。今日はこれがおつまみです。醤油置いてくる。どうも。じいさん、グロムさん、どうもね。硬いしたい。うん、多少はね。うん。もういいんじゃない？うん、よさげ。またアルコールバーナーを、アルコール燃料多かったな。まあいいや。じゃあ、おしまい、おろします。よし。今日はハンバーグとキャベツ炒め。今夜ハンバーグ、キャベツ炒めだ。じゃあ今日の一杯持ってこようか。今日もね、今日も安いやつ。トップバリューの発泡酒。トップバリューの発泡酒です。この飲み物は。トップバリューの発泡酒ね。あれ、国産のやつね。国内製造。トップバリューの発泡酒です。麦の恵み。そう。バーリアルはね、トップバリューで、あれは韓国産だからね。うん。安くていいやこれね。あ、うん、うん、お、普通に焼いただけ。うん、ちょうどいいじゃん。多分いっぱいあるんだろうな。どうも。うん。あ、いいです。安くていいじゃん。赤札と閉まっちゃったからさ、11時に回っちゃったから、うん、赤札とは11時までなんだよな、あそこね、駅前。さっきはグルメシティの方で、うん、うん、うまいね。指切れん？ちょっと上に上がったんでしょうね。うん。
ああ、疲れた。よし。もうすぐで、夏休みだな。お盆休みだね。楽しみだね。あと2日でだ。2日で4連休だ。2日後。ハンバーグ。うまっ。週末は行けたら行きたいね。うん、行けたらね。テント泊、まあとりあえずだけどテント泊ね、テントまで一泊して帰ってくる。さあこんだけ。これ最後ハンバーグ。うん。山で。テント泊してやつ、テント場で一泊してくる。2泊かもしんないけど、2泊か1泊。そうだな、ね。どうもありがとうね。うん。実家でこういうことやんないから、あんまりね、実家だから。この部屋、一人の時やるけどさ、実家はね、親がいるから、あんまりできないからね。でも、帰ったと、帰るね。山川、奥多摩で滑落してから、行ってないからね、一回もね、先月ね。滑落初になんて言ったらね。1本でやめとこうかな、1本で遅いから。一泊か、どうしようかな、ね。もううちの親もう料理作れないから僕しちゃったから、ほとんど料理作れないうちの親僕しちゃって、そんなどうしようもないや。もともと下手だからうちの親はさ、料理がおふくろの味というもんなんだ、うちはさ下手くそだったから。前よく言うね、うちの親料理下手だから。
多少ボケる年取ったら、80過ぎればみんな誰でもボケるでしょ。みんなしょうがないよね。来てないですね、今日もう遅いからしょうがないよね、遅いからね。寿司屋さん頼まないよ、余裕ないから。どうもね、人さんどうもね、大丈夫よ。今日はこれやめとく、遅いから。これ一本でやめとく、今日は一本でやめとく、今日は。今日キャベツハンバーグでした。キャベツハンバーグね、キャベツのハンバーグ炒め、ハンバーグのキャベツ炒めかね。もう1年回っちゃったね。あっという間だよな、時間早い早い、あっという間。じゃあこれ一本でした。もう遅いからな、もう夜が明けて、もう仕事だからな。この辺でやめとこう、今日は。どうもありがとうね。じゃあこれで終わるね。おやすみなさいね。今日はこんな感じで、おやすみ。寝るよ、寝ないぞ。だってもう寝る前だもん。寝ないと仕事だもん、次の日。いつまでもやってらんないやな。では、おやすみ。終わります。ありがとうね。また明日。明日も仕事から帰宅してやるからね。ちゅういさん、ありがとう。ちゅういさん、ありがとう。おやすみ。まだ、ブロムさんもね、おやすみね。